オルフェウス、オルフェウスピカロ、カデンツァ、任せてくれ。タナトス、タナトスピカロ、冥府の扉、終わりにしよう。イザナギ、イザナギピカロ、十文字切り、一戦、マガツイザナギ、マガツイザナギピカロ。お仕置きが必要だな。これはどうだい。かぐや、かぐやピカロ、エクストリームウィンド、巻き起これ、聖なるつむじ風、アリアドネ、アリアドネピカロ、飛んでけ。教育的指導だ。アステリオス、アステリオスピカロ、お前の命もここまでだ。壊れろ、壊れろ。月読み、月読みピカロ、ショータイムだ。その身で受けてみろ。メサイア、メサイアピカロ、響けオラトリオ。倒れていられない。はっせっちゃん、はっはっはっせっはっせっちゃん、はっ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 せっ。もらった、そこが。くたばれ、観念しろ、終わりだ。倒れろ、くらえ、当たれ、そこだそこだ、転べ、せっは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 っ。力を出し切れ、全力だ。力をセーブしろ、節約してくれ。体力を最優先に、生き残ることを考えろ。直接指示する、聞いてくれ。ふんふん、それよしよし。ペルソナ、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 行くぞ、やってやる。ペルソナ来い、ふん、行くぞ、やってやる。意外とすぐ乗れたね。ああもう、昔志保と会って救われた時にね、思ったの。出会いは宝物。私もう逃げない。自分にちゃんと向き合って、今度は誰かを救ってあげたい。でもまだちょっと不安だから、君にも手伝ってほしいな。うん、だから君も私を頼って。うんうん、なんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて本当に良かった。これからもちゃんとそばにいてね。心配？まあ追いかけさせる方が私の性に合ってるかも。なんて無理。本当言うとね、最近次の日まで会わないだけでもう寂しい。あ、もう終わり？観覧車なのに景色全然見なかった。君ばっか見てた。降りる前に一個くらいカップルらしいことする？って一つしかないよね。目って閉じた方がいいのかな。あんなもん練習じゃねえ、体罰だ。単にてめえが陸上部が気に食わねえから。くそ、また俺負けんのかよ。こんなクソのせいで走れなくなって、陸上部もなくなって。そうだよ、俺があいつに奪われたもん。もう帰ってこねえ大事なもん、お前の方だよ。人を利用することしか考えてねえ、お前の方こそクズだ、カモシだ。にやけた面でこっち見てんじゃねえよ。俺のペルソナ、こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしちまったな。行くぜ。世話になったな。人間には世界を変える力がある。今はほんの少し忘れてしまっているだけ。お前たちのおかげで役目を果たせた。憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと他にあるかい。ここももうすぐ消える。帰るとするか。異世界だけじゃない、全てが認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ、君たちだって誰だって。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界の全て。だからこそ
世界は無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。まだまだ未熟だが、ようやく満足できる絵が描けた。そう、これが本当の人間の心だ。タイトルは欲望と希望。どうだろう、前の絵に足りなかった部分を描き足した。この光はお前たちだ。タイトルでは希望、でも俺の中ではもっと明確な存在だ。こんなことに今まで気づけなかったとは、本当にありがたいお話。ご厚意感謝します。ですがお断りします。俺はまだらめとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。迷えば手を差し伸べ、間違えば諌めてくれる。そんな希望の光が、彼らがいれば俺は大丈夫です。変わった人だったな。確かに少しもったいないことをしたな。だがこれで良いとも思っている。我ながら矛盾してるが、これが心なんだろう。面白い。やはりこれこそが俺の描くべきものだ。きっと俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うが、なぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当にありがとう。お姉ちゃん、私ね、お姉ちゃんの味方だよ。誰にも手出しさせないから。電話。じゃあ私部屋行ってるね。お姉ちゃん、法で裁けない悪を明るみに出して断罪すること、それは間違ってないと思う。怪盗団だってそういう意思で動いてる。でも手柄のために強引な捜査をしたり、真実をねじ曲げようとしたり。ねえ、検事になるって決めた時の気持ち思い出して。それがお姉ちゃんの正義でしょ。思い出して、昔のお姉ちゃんを。この人数で固まってたらすぐ見つかっちゃう。別れて逃げないと。でもそうなるとおとり役が必要に。ダメ、危険すぎる。ジョーカー、あなたまさか一人でおとりをやる気。また後で。私が自分自身とお母さんの死とちゃんと向き合わなかったせい、なんで私あんなこと言われなきゃならなかったの。そう、知ってた。でも私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない、腐った大人が作った偽物だ。絶対に許すもんか。小さい頃から周りの人たちは私を見てなかった。私に優しくすればお父様に気に入ってもらえる。お金やプレゼントだってもらえる。大人も先生も友達だってそう。人はみんな損得のために笑う、そう思ってた。でもテレビの変身ヒロインはかっこよかった。いつでも他の誰かのために無償で戦って自分も笑ってる。そんな風になりたかったの。空想って分かってたけど憧れてた。愛人？私自身も会社の富に良くして育った娘。会社のための政略結婚ならと一度は受けました。でもこんなの話が違います。お父様個人の野心のためにこの男の王者になると、心はとうに決まっています。さようならお父様、私はもうあなたには従わない。だね、嬉しい。私にぴったりだもの。
さっさとお祭りの準備は終わらせて、ナイトメアムーンのことをもっと調べなきゃ。友達はどうするの？プリンセスに言われたろ。お祭りの準備が先よ。言いつけは守りたいけれど、今は友達を作っている暇なんてないの。みんなの声が聞こえた時、姿が見えた時、みんなが大事だと気づいた時分かったの。これが友達というものだって。そしたら私の中で光が生まれた。アップルジャック、あなたが意地を張るからあなただけじゃなくみんながひどい目に遭ってる。お腹を壊したり、赤ちゃんウサギが暴走したり、あなたがなんて言おうと助けが必要。よし、こうしよう。レインボーダッシュ、虫を集めて。じゃあ他のみんな、向こうにもう一つボディビルを作るのよ。一分でね。おい、でもいいのかな。プリンセスセレスティアは夏至のお祭りの準備中だよ。確かお祭りは明後日だ。オッケー、分かったよ。ほーら、行ってこい。でも返事来るのかな。あー、大丈夫。待ってて。やば、やりすぎちゃった。あー、じゃあこれは僕がめっちゃ得意なレインボードライ。言ってお礼なんて大したことないよ。そうだよ、その通り。噂で聞いたとか。空の掃除なんてちょろいよ。あっという間だし、練習の後でやってあげる。練習って何の？ワンダーボルトに入るための。明日のお祭りでショーがあるから、その時入団テスト受けるんだ。言っとくけど、10秒ぴったりで青空にできるよ。言ったっしょ。ぴったり10秒。どうよ、あっという間に綺麗になった。その顔鏡で見てみなよ。あんたっておかしい。また遊ぼうね。ちょっと待って、今とても大事なところなの。あ、これだわ。キラキラがもうぴったり。ラリティってばほんと天才。それでご用は何？あ、なんて素晴らしいでしょ。そのヘアどうやったの？帰ってしまうの？素敵なヘアなのに。ダメダメ。ああ、緑虫、マッキッキ、フリフリ、地味ね、ゴテゴテ、なんかつまんない。話の続きだけど、あなたどこから来たって言っていたかしら。キャータロット、うらやましい。あのおしゃれな街、あそこに住むのが私の夢だったの。キャンタロットの話をぜひぜひ聞かせてくれない？ねえ、私たち親友になれないかしら。エメラルド、私としたことがルビーと取り替えましょう。見て、ビルミナ、あなたを元気づけてくれるお友達よ。この子も病気だったけど、私の看病ですぐに良くなったの。そうよね。さあ、フィロミナにご挨拶しておいで。ヘミングウェイはフィロミナが好きなのね。フィロミナの番よ。歌って、あなたにもできるわ。頑張ったのよね。トワイライトスパークル、私の弟子、頑張りましたね。私は友達を作れと、そう言いました。ナイトメアムーン復活の予兆を見て、封印の魔法を秘めてるのはあなただと思った。そして芽生えた友情が魔法を解き放った。プリンセスルナにも同じことが起きてくれれば、千年ぶりに元の姿に戻りましたね。これからは仲良くしていきましょう。そして姉妹で国を治めるので、私たちの友情にかけて。うひゃー、もうびっくり。こんなにたくさんのリンゴがなるなんて初めてだよ。大丈夫、兄ちゃんはゆっくり怪我治してよ。私に任せとけば大丈夫だって。おっと、ごめん。日が暮れるまでに片付けておくよ。じゃあ兄ちゃんは私が約束を守れないっていうの？まあな。ひどいな。あたしはアップルジャックだよ。
一番友達思いで頼りになるポニーなんだ。やる気になってんのにケチつけないでよ。できるってば、できるとこ見せてあげる。こうなったら最後まで一つ残らずリンゴを収穫してみせる。私だけの力で。お昼食べてかないの？なさん、リンゴ売ったらマークが出てきたんだよね。ねえ、私のはどんなマーク？カゴいっぱいのリンゴ、リンゴ嬉しそうに食べてるお客さん。もっとリンゴ売らなきゃダメなのかな。触ったら買ってよね。現金、カード。午後にパーティーがあってクラス中の子が行くんだけど、みんなキューティーマークを持ってるの。でも私はリンゴあるの下手だから、まだマークがないの。マークがないからパーティーには行けないの。うちのお姉ちゃんはマークなんていつか出てくるよって言ってるけど、私は今欲しいの。サプライズ。はい、私ピンキーパイ。みんなでパーティーしようと思ってびっくりした。どう？びっくり。図書館では静かにしてよね。おかしい。パーティーが静かでどうすんの？ダメダメ、ありえない。街に来た時あったよね、こんにちはって言われて。覚えてる？私が知らない子は新しい子って決まってる。私ポニービルにいるポニーはみんな知り合いだもん。新しい子ならまだ誰にも会ってないんだから友達もいないはずでしょ。だったらとっても寂しいじゃない。それって悲しくてたまんないし。そんでもって考えてたら、めっちゃ賑やかなパーティーを開いて街中のポニーを呼ぼうってひらめいちゃったわけ。おかげでこんなにたくさん友達ができたでしょ。キューティーマーククルセイダーズのテーマソングを作ってたの。すごい。教えて。無理よ、大勢の前で歌うなんて。トワイライトは好きなことやれって言ってたし、私お姉ちゃんみたいになりたいの。デザイナーにね。戻ってきて。意地悪なの。あら、歌はできたの？とっても困ってるのね。そうなの？ちょっと見せて。キューティーマークがあればエクエストリアは大ビビリ、お腹がビビるとすぐ腹ペコになる？そうね。これはまあその、いいけど。だから戦うんだな、たこうしたら？恐れるものなんかない。お尻に現れるその日までキューティーマークが。答えてよ。マークがなくて何が悪いの？今なら何にだってなれる。そう、彼女の可能性は無限なの。科学者になるかもしれないし、芸術家や作家になるかもしれない。それにあんたたちみたいな威張りんぼじゃない。だって私たちもそう思ってた。私スクータル。当たり前だよ、だって同じだもん。キューティーマークはないし、ティアラとシルバースプーンのこと好きじゃない。すごいや、そのアイディア。キューティーマーク3、完璧だね。美味しいカップケーキでお祝いするってのはどう？ポニービルの住人たちよ、わざわざこのちっぽけな町に来てやったのだ。よく見るがいい、本当の夜のプリンセスの姿を。恐ろしいナイトメアムーンはもういない。今のわらわはお前たちに愛されて尊敬されたいだけなのだ。恐怖の夜を愉快でご馳走がいっぱいのお祭りに変えてやろうではないか。なんで？待って、みんな違う。もうわらわを怖がる必要はないのだ。わらわが聞きたいのは喜びの声なのだ、恐怖の悲鳴ではないぞ。おい蝶々、夜のプリンセスが来て嬉しくはないのか？どうしたというのだ。そうか、もうよい、勝手にしろ。わらわに構ってくれるな、見送りなどいらぬわ。ダメ、待って。お願い、乱暴はやめて。トワイライト、私を、どうか信じてちょうだい。私もここに閉じ込められたの。あなたを襲ったケイデンスは偽物よ。お日様キラキラ、テントウムシよ。起きた。もちろんじゃない、あなたは私のお気に入りのおチビちゃんだもの。お花のマークは教師になりたかった私にとって夢のシンボルです。私が教え子たちの才能を花開かせるという意味。お花が笑っているのは勉強している時のみんなの笑顔なんです。ではどうすればマークが現れるのか知っている人？はいはいはい、自分にとって特別なものを見つけたとき現れます。そうね、ツイスト。みんなが他のポニーとは違う自分だけの特別な何かを見つけたとき、
初めてマークはお尻に現れます。でもその何かはいつわかるのでしょう。それは誰にもわかりません。そして何かを見つけるまでは決してマークは現れないのです。おお、愛しき者たちよ、久しぶりだな。太陽が拝みたくてたまらぬと見える。私が女王では嫌なのか。では私は誰だ。千年もの間封じ込められていた私には女王の資格がないとでも。伝説を知っているか、予兆を見たのか。これはこれは、よく私を知っていたな。では私の目的はどうだ。今日でおしまいだよ。覚えておくがいい。この瞬間から夜が永遠に続くのだ。何かパターンがあるはずよ。この絵に共通することって何だろう。ああ、これ肉食の動物ばかり。でも違うのはネズミ。サファイアを渡さないわ、アビサドル。ああ、またこれか。勇者だわ。もがけば、もがくほどロープがきつくなる。また今日も迷宮を征服した。いただいてくよ。せいぜいまた頑張んな、アビソトル。なんでそんなになっちゃったんだろう。この飾りバッチリだよね。大丈夫、レインボーダッシュ、私もなんか手伝おうか。おっと失礼。イエーイ、アップルジャック、フーフー。困りましたね。犬の診察は得意ですし、蛇はもっと得意だけど、ドラゴンは見たことないんですよ。おお、よちよちいい子にして。そう、いい子よ。お座り。フォトフィニッシュ。この店でファッションスターの卵を見つけました。本当に？マジで。だからフォトフィニッシュ、彼女をエクエストリアで一番のスターにしてみせましょう。じゃあ明日公園で撮影ね。すごい、フラッタシャイ。さあ、奇跡を起こすです。萌えですね。くしゃみでさえエレガントです。いって。どんな気分？ワクワク？感激？夢が叶ってゾクゾク？ビクビク。ビクビク？しっかりするですね。ギャラリーが文句垂れてもステージで誰も助けてくれないです。出番です。ゴー！